い、ということでね、今日はコインプッシャーレーザーというゲームをね、やっていきたいと思います。やっていきましょう。僕もこのゲーム大好き。そう、このゲームね、めちゃくちゃ面白いんですよ。僕今一番ハマってるゲームで、そしてこのゲームはね、プッシュっていうこの赤いボタンを押すね、でコインが出ます。で、このコインをね、落としてね、この下のね、コインとかアイテムとかをゲットするゲームなんだけれども、僕はね、今日、この右下にあるね、このボタンのアイテムをゲットしてみたいと思います。ボタン落ちるかな？そう、ボタンね、これね、落とすとね、超いいことがあるんです。ということで、狙っていきたいと思います。ってことで、このね、右側にあるからね、右側にコインを落としていきたいね。そうだね。このね、左下のこのベッドってボタンを押すとね、1回でね、落とす枚数をね、変更できるんだけれども、まあね、こうやってピンポイントで右側を狙うときは、何か3がいいかなと思います。ということで、3でやっていくぞ。このね、ボタンを落とすとね、めちゃくちゃいいことがあるんだよね。どう？落ちそう？ボタン落ちるかな？落ちてくるボタン。落ちるかな？落ちそうなんだけどね。おー、上手だね。うん、もう結構ね、端っこの方にあるからね、まあそこまで大変ではないと思うんだけれども、まあ、油断してるとやられてしまうからね。ボタン落としたらいいことあるしね。うん、僕知ってる。ボタン落としたらいいことあるから落とそう。そう、まあ、とにかくいいことがあるんです。どうだ、今のところ順調？順調じゃない？あんまボタン動いてない気がするけれども。え、嘘。普通のね、コイン落としても結構ね、左上のね、お金が増えてるの分かると思うんだけれども、結構ね、お金手に入りますからね。そうだね。ただね、今日の目的はボタンだから。おー、ボタン落としましょう。待った、これボタンと一緒にお札も落ちるんじゃない？この、結構お札とボタンが近づいてきてるんだけれども。いけ。結構右側に集中狙いしてるんだけれども。ナイス。頑張れ頑張れ。結構もういっぱい落とそう、コイン。いっぱい枚数を落とした方がいい説もあるからね。いっぱいコインを落として。頼むよ。ナイスナイス。集中集中。どうだ？お、もうね、ボタンがね、少しだけ、もう空中に浮いてますね、これ。おー。だからあとはね、グッて、あと一押しするだけで多分ね、重力で下に落ちると思うんだけれども、どうだろう。どうだろう。まあ、3枚ずつね、地道に落として。まだかな？なかなか落ちないな、これ。なかなか落ちないね。ちょっと、ベッド数を2にして、ピンポイントでもっと右を狙うぞ。3だとね、ちょっとばらけちゃうからね。こんな感じ？意外とボタン落ちないね。意外とね、しぶとい、このボタン。ちょっと本気出そうかな。ベッド3にして。頑張れ。よし。一番いいタイミングで落としたぞ。やばい、変なとこに落としちゃった。これ、お札が先に落ちる可能性もあるな、これ。お札も落ちるのも悪くないけどね。まあ、お札もね、お札でいいです。結構ね、お金もらえるんで、お札落とすと。頑張れ、頑張れ、頑張れ。惜しいぞ。まだかな？ボタン落ちろ。お、お、よし、ゲットしました、ボタン。ナイス、上手じゃん。落ちた。いいこと起きるよ。マキね、いいことっていうのはね、ボタンを落とすね、60個ボタンが回復します。すごくない？おー、やった。そしてね。すごいすごい。アイテムをね、一つ落とすとね、次のね、アイテムがこの隠し扉から出現するからね。何が出てくるんだ？お、剣が出てきたな、剣。剣か。もうね、お目当てのものは落としたからね、あとはね、剣とかね、お札とか全部ゲットしようかな。この、ここに乗ってるもの全部ゲットします。だからね、まんべんなく。ゲットしよう。まあ、右とか左とか狙うわけではなく、まんべんなくコイン落としていきます。こういう時にはね、ベッドを5にするとね、いいと思います。いいねいいね、いい感じじゃん。これ全部落ちそうだぞ、これ。うん、全部落ちそう。左のお札も落とせるし、右も落ちるんじゃない、これ。ボタンをゲットしたおかげでね、ボタン60回復したから。ナイスすぎない？得した気分になれるんだな、ボタンだから一番好きです。お、お金ゲット。いいねいいね。よし、まあ、次何のアイテムが隠し飛べるから。おお、また剣だ、すごいぞ。また剣だ、剣大好き。まあ、剣はね、面白いからね、剣もゲットしていきたいね。残り134枚だから、これでね、とりあえず左下のお札と真ん中の剣はゲットしたいな。まあ、お札もゲットして、剣もゲットします。いけると思うんだけれども、結構きついかな、これ。いけそうじゃない？落ちそうじゃない？おお、お札が落ちた。これね、多分ね、この左側の剣とね、真ん中の剣両方落とせるな、これ。いけいけいけ。いけるぞ。剣も落としたらいいことあるからね。おはは、というか、またボタン出てきたんだけど、全部落とそう。今ね、ここに乗ってるもの、あとね、残り100枚近くで、全部落としていきたいと思います。だから、真ん中と左側を狙った方がいいな、これ。それがいいかも。これでボタンまた落とせばさ、また60回復するからね。いいぞ。かなりいいぞ。いいね、いいな。結構アイテムがいいね。これアイテム結構ランダムで出てくるからね。お、剣が落ちました。あ、この剣が落ちるとね、いいことがあります。剣を落とすとね、他の人のね、鬼を攻撃することができます。ゲストさん、申し訳ないけれども、攻撃させてもらおう。ラバニンを倒します。しょ、おー、やった、倒せた。これ時々善一君とか僕の鬼を倒す時もあるからね。そう、みんな僕の鬼を倒した時はね、ぜひツイートしてください。左側のね、剣とね、ボタンをね、両方とも落とします。残り60枚で頑張って。落ちると思うよ。ピンポイントで左側狙うから、ベッドを3に変更しよう。ベッド変更して、ガチモードでいくぞ。頑張れ。集中集中。これ両方落とせるんじゃないかな。落とせると思うよ。うん、これボタンを落とせたらね、また60回復して、またいっぱいできるから、ボタン本当にいいアイテムです。お願いお願い、
OK。そう。左側集中狙いだな。剣はね、絶対落ちるな。ボタンはちょっとわからない。けれども頑張るぞ。そろそろ剣落ちるんじゃないこれ。お願い。絶対落としてる。絶対落とせるよ。残り30枚切った。26枚だ。よしよしよし。両方落としたいな。お、剣は落ちたぞ。おぉ、上出来じゃない？剣が落ちました。もう一回誰かを攻撃しよう。お、次はちょっと、ラバニーだな、これラバニー。申し訳ないけど、攻撃していく。あれ？ちょっと待った、シールドで防がれたんだけど、僕の攻撃が。そんな。倒したと思ったのに。まあ、シールドも、シールド持ってるとね、剣の攻撃防がれちゃうからね。よっしゃ、あとはマイキー、僕のやるべきことは、このボタンをゲットすることです。ちょっと、残り枚数が20になったから、別途を2にして2枚ずつね。こう着実に行きたいと思います。着実に行こう。今のところ外してないね。よし。これ多分いい感じだと思うな、これ。やばい、なんか変なところに落としてしまった。もう。集中集中。落とせるかな。やばい、残り8枚なんだけれども、残り6枚。いけるかな、これ。嘘でしょ？いけるいける。絶対いけるよ。緊張してきたな。これ落とせばね、60回復だから。60回復が大きいよ。やばい、ゼロになってしまった。あとはね、この僕の落としたコインがね、このボタンを落とすことを願うのみです。願います。いけるかな、これ。いけると思う。いけるいける。いや、まだね、希望はあるぞ。このまま、グイッと押して。ちょっと、これは無理そうだな、ということで、ちょっとね、300枚使い果たしてしまいました。まあ、このボタンはゲットできなかったけれども、ボタンとか剣とかね、まあ、お札とかゲットしました。ということで、700万枚コインがね、左上、溜まってるんだけれどもね、これを使って、これね、下にスワイプするとね、自分のね、鬼を見ることができて、僕は今、ピピピギー、レベル19だから、これをね、育てていきたいと思います。あ、ちなみに、この右上のこのメニューを押して、設定で、ここ言語ね、言語でね、まあ、英語か日本語選べます。僕は日本語でプレイしてます。よし。そしたら、ピピピギーをクリックして、お金でね、経験値を上げることができます。で、これでレベルアップして、レベル25にするとね、次のステージに行けるから、25まで上げたいんだけれども、いけるかな、これ。いけるいける。いけるかな。あ、やばい、お金が足りない。待って、お金。嘘。800コインぐらい足りないんだけど、これ、ちょっと一回戻ろう。ダメかな、これ。スワイプしまくったらコイン落ちるのかなと思ったけど、そういうわけでもなさそうだな。あー、そっか。まあ、残念。ギリギリね、25人で到達しませんでした。まあ、ただ、まあ、レベルアップできたし、いっぱいね、アイテムゲットできたからよかったと思います。まあ、みんなもね、プレイしてみてください。コインプッシャー、レーザーってゲームです。おすすめです。マキが僕のことね、攻撃した人はね、ぜひね、コメント欄とかね、ツイートで教えてください。ということで、教えてください。この動画が面白かった方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、バイバイ。バイバイ。動画がいいねと思った方は、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローと、Instagram のフォローと TikTok 登録、よろしくお願いいたします。よろしく！よろしくね。